はい、こんにちは。今日はね、ヘリポートをやっていきたいと思います。第2海上基地を作ったことって、以前第1海上基地の時に実現できなかったヘリポートを実現したいということで、行ってみましょう。っていうか、そもそもヘリコプターがないのにどうすんのって言われそうなんだけど、実はね、こっちの山の方に出番が来るまで隠してたものがあって、じゃん、ヘリコプターを作りました。設計図でな。はい、こちらフソー66さんが公式ディスコードで公開されてる入門用ローコストヘリコプターで、かなり材料をシェイプアップされたヘリですね。レンチは最低3本を想定してるみたいで、ひとまずこれでスイッチを入れてみると、おー、まあこちら試しに使ってみた時にツイッターの方で動画を上げてたので、登場を予想されてた方もいると思うんだけど、いや、これね、本当は自分でヘリを作る予定があったんだけど、うん、性能も大きさもディスコードに上げられたタイミングもちょうど良かったので、今回はこれをそのまま使わせていただきましょう。それはいいとして、この辺で予想外というか予想通りというか、やっぱりね、部品数が多くなったせいか、船の近くだと画面がカクカクしますね。これね、前回も若干カクカクしてて、映像ではあまりわからないレベルだったんだけど、この現象が起きると飛行機が突然ぶっ壊れたりしやすかったので、先に船を移動させときましょうかね。向こうしばらく船に積んである資材を使って作業を進める予定だったんだけど、片っ端から荷物を移動させると海上基地に物が多くなって本末転倒になりそうなので、取り急ぎ必要そうなものとレア素材を剥ぎ取っといて、まあこんなもんかな。そんなに遠くまで移動させるつもりもないので、忘れた荷物とかは後で取りに行けばいいでしょ。っていうかね、荷物を合わせた部品数でも飛行機よりも少ないはずなんだけど、なんか船の近くってカクカクするんだよね。水に接触してるのが原因だとしたら、海上基地も同じことになりそうなんだけど、まあとりあえずこの辺で様子見かな。これで一遍海上基地に戻ります。で、あとはこんな感じに高い櫓を作りたいんだけど、この材料が必要なので、その辺の木を持っていきます。今特に運ぶ手段がないんだけど、ここは水の上なので、おりゃ、うん、だいたいあの辺まで届きさえすれば、あとは泳ぎながらでもそんなに苦労はしませんね。よし、これで材料は揃ったんだけど、んとね、これ暇な時に直すって言ってたんだけど、メインユニットが微妙に傾いてるのを今のうちに直しとかないと後で面倒なことになりそうなので、ちょちょいと直しときます。ちなみにこれユニットと何かをくっつけるときに間にどうでもいい部品を挟んでるのは、
こうしといた方が分離するときに外しやすいからですね。直接くっつけちゃうと外すときに片方を分解することになるんでね。よし、これで大丈夫かな。で、ここからあの櫓を作っていくわけなんだけど、結構気が遠くなりそうなレベルの高層建築をどうやって作るのかというと、あれ、ちょっと角度が合わんな。まあいいや、ポチッとな。はい、こちらも公式ディスコードから拝借した高層建築10メートルユニット黒とか黒とかいろいろさんの作品なんだけど、公式ディスコードだと黒だよになってるので、黒さんとお呼びした方がいいかな。こちらもね、ちょうど計画してた時にアップロードされたので、ほらこのサイズ感、前回のルーさんの床材もそうなんだけど、まるで注文したかのようなサイズ感。逆にこれに合わせて床を作ればよかったんだけど、ちょっとだけズレがありますね。できるだけ均等に合わせたいんだけど、ま、実用に問題はないので、よし、これで櫓が完成しました。上からの景色がどんな感じになるのか、とりあえず登ってみましょう。この上り坂の角に板が置いてあるのが地味にいいですね。これがないと勢いで落ちちゃうんでね。おー、結構高い。うん、なかなかいい見晴らしですね。よし、ここにヘリを搭載すれば、あの絵に描いたヘリポートの夢を実現できる。早速ヘリを置いた場所まで戻ります。さて、ここからが本番ですよ。ちなみにヘリは地面に固定してる以外にプロペラも固定してます。これは飛行機のプロペラが勝手に壊れたことがあるので、その予防ですね。では行ってみましょう。うん、あらかじめ若干練習はしてたんだけど、なかなかの安定度ですね。機体自体は上に上がるようになってって、機体を傾けることで前進や後退ができます。この機体は二重反転プロペラって呼ばれる機構を採用してって、反作用側にもプロペラをつけてって、要は反作用をゼロにするような仕組みで作られてます。私は今まで反作用を重さとか力技で抑えてたんだけど、ヘリを作るときはこれを使わないと難しいと思ってたので、切り札で使うつもりでした。なので私の動画では二重反転はまだ使ってないので、説明とかもしてないんだけど、エール氏の動画だと割と一般的に使われてるので、どれかリンクを貼っときましょうかね。お、いけるか。うーん、惜しい。まあでも水上に安全に着水できるので今回の要件にぴったりですね。これもまるで注文したかのような偶然です。っていうかね、向きまで合えばこの建造物との相性もぴったりなんだよね。どうなんだこの偶然の一致は。よし、行った。ダメかー。うん、ちょっとね、この
何回か試したんだけど、着地の衝撃で壊れるみたいなの。で、こういう時は足にゴムをつけとけばいいんじゃないかな。これで試してみると、よし、うまく着地できました。これでヘリポートが、なんかね、風で飛ばされていっちゃったんだけど。はい、こんなこともあろうかと着地した時点でセーブしといたんでね。この世界では地上から3メートル以上離れたところでは風が吹いてるので、建造物内の軽いものはちゃんと固定しときましょう。よし、これでヘリポートが実現できました。ということで、ヘリポートやってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。っていうかね、実は今回拝借した設計図で作っただけで、実質何も作ってないんだよね。ちなみにこの建造物は本来何段も積み重ねられるような想定で作られていて、最初アップロードされたものは頂上にリスポーン地点がついてたんだけど、この島にはリスポーン地点がないので、わざわざリクエストを出してリスポーンなし版を作ってもらったんだよね。どうもありがとうございました。で、ヘリの方は改造して動画で使っても OK って話もいただいてるので、もともと予定してたヘリでやりたかったことなんかもやっていきたいと思います。それはいいとして、目下の問題点はこの海上基地、発電の仕組みがないので、用意してた電池が尽きたら何もできないんだよね。なので、まずは発電機構をなんとかしたい。ということで、次回は海上での発電いろいろやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺で、バイバーイ。